アメリカが主導する月面探査プログラムアルテミス計画は2028年までに月面に有人宇宙基地を建設する計画ですがその際に建築資材を月面で作るための中核技術を韓国の研究所が開発しました韓国建設技術研究院は月面の土と似た成分の標本を使って月面でレンガを作る技術を開発することに成功しました 地球から1キロの材料を月まで運ぶためには15億ウォンから30億ウォンがかかるとされているため月面に基地を建設するためには現地の資源を活用した建築材料を作る方法を講じなければなりませんただ真空状態の月面では液体を使うことができないため研究チームは水を使わず電子レンジのような機械を使って 土だけでレンガを作る方法を開発しました韓国建設技術研究院は粒子間で結合が起こり緻密化することでコンクリートと似た水準の圧縮強度のブロックを作ることができると説明していますまた地盤工事のための特殊なボーリング掘削設備も開発しましたこの設備は14キロと軽く 扇風機1台分の電力でで稼すすることができます2017年に NASA ・アメリカ航空宇宙局が開催した宇宙建設技術の世界大会で優勝した韓国建設技術研究員は現在、アメリカ、ヨーロッパの研究機関とともに月面基地の建設を推進しています。